こんにちは、ヨッシーです。今日は、2月の9日なんですけれども、2月の9日の本日はですね、東京都内でもかなり雪が降ってまして、結構大変なことになってるんですよ。まあ、土曜日なので、そんなに仕事っていう方は少ないのかもしれないんですけど、みんな大変だなという感じでですね、まあ、とにかく雪が降ってるんですね。で、僕テックファッションやっぱ好きなんですけど、ちょっとねテンション上がったりするんですよ。雪降ったり雨降ったりすると、その性能を試したくなったりっていう、その本当に水を防いでくれるのかなとか、なんかそういう風に考えちゃうんですよね。で、やっぱり、まあ、外出した時にやっぱ靴が濡れてしまったりするとテンション下がっちゃうと思うので、防水の靴とか、まあ、水に強い系の靴を履いたりするんですけど、最近見つけたというか、発売されたの別に最近じゃないんですけど、僕があまりチェックしてなくて、なんかやっぱり雨であったり雪であったりした時に、まあ、水に強いものとか履くと思うんですけど、水に強い系のやつってやっぱし真っ黒が多かったりとかですね、ちょっとデザイン地味なのも多かったりするんで、ちょっと明るめの色とかを入れたアイテムを紹介したいと思います。こちらです。ナイキのエアフォース270ユーティリティボルトってやつです。これですね、こいつの説明をしたいと思います。まずは最初にも言った通りですね、耐水性、耐摩耗性に優れているナイキオリジナルのテックタフっていう素材が使われています。で、それでかなり丈夫に作られてるんですね。で、エアフォース270なんですけど、そもそもこれはユーティリティモデルなんですが、そもそもエアフォース270っていうユーティリティのつかないモデルがあるんですけど、そのデザイナーさんはですね、ディラン・ペトレンカさんという方で、エアフォース1、ウルトラフォースミッドとかをデザインした方です。で、その方が、この靴を作るにあたってですね、エアフォースマックスっていう靴と、エアマックス180っていう靴を思い浮かべたらしいんですよ。それらをもっと進化させたら、どうなるかというか、それらをもうちょっと進化させて、内側のブーティーの動きやすさとか、素材とかをですね、アップデートして、で、マグネットストラップにしたっていう、これがマグネットストラップです。で、ここにプルっていう風に書いてあるんです。これをもう文字通りこうやって外すとストラップが取れるようになっています。で、これ磁石なんでパチッと止めることができるんですね。で、センターはジップになってます。これを履くときはこれをこう下げて、で、このストラップを開放してですね、で、このまんまこう足を突っ込む形で履けます。で、履いたらこのマグネットストラップを閉じてセンタージップを上げるっていう感じですね。で、本当は紐がついてます。この辺本当は紐がついてるんですよ。でもいらないかなと思って取ってしまいました。紐が必要な人は紐がある状態のまんま履いたらいいと思います。こいつですね、この派手な配色がかなりつぼりまして、こう正面から見ても結構インパクトがありますよね。で、このソールが、このソールがですね、エアマックス270っていうもののソールなんですけども、ナイキの中で最も高いヒールバッグです。でも最近720が出たんですよね。そっちの方が高いのか。でも、それが出る前までは、こっちの方が高めのヒールバッグになります。なので、ナイキの靴の中でも、かなり身長が漏れるのではないかなと
思いますね。で、先端はジップなのでかなり履きやすくなっています。雨にも強いんでかなりこれはおすすめです。合わせるとこんな感じです。先日、動画でご紹介した、ナイキ ACG の、カーゴパンツと一緒に合わせています。で、ロールアップしてちょっと足首すっきり見せて履くのが僕好きなんでこんな感じにしています。蛍光色っていうのがとても好みなんで全身ブラックにもかなり合うと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は、エアフォース200、エアフォース270ユーティリティのご紹介でした。これはインライン、通常商品ですね。通常商品なんですがかなりですね最近のナイキのインラインはかっこよくなってると思います。コラボものがかなり目立つというか話題になりやすい、プレーネがつきやすいのでどうしてもそっちの方が、例えば、マーティンローズとかフィアーオブゴッドとかザ・テンですね、オフホワイトのあの辺はやっぱり話題になりやすいですし、プレミアムがつきやすいのでみんな欲しいんじゃないかなと、欲しがるところだとは思うんですが、割とインラインの方にも目を向けるとですねかなりかっこいいものがたくさんあります。僕もレアなものも持ってますけど、たまたま当たったとかですねそういうものは持ってますけど、そんなにこう高い値段出して、すごい頑張って買ったっていうのはあんまりないんですよね。だからそのレアなものを履くっていう優越感もいいと思うんですけど、インラインでいいのを見つけるっていう目を養うのも一つの楽しさなのかなと思いますので、店頭で僕これ見つけられなかったんですよね。で結局コム、ナイキコム .com ですね、オンラインの方で購入したんですが、色違いのやつはセールかかっていたり、これもこれはセールがかかっていない色だったんですがこの色が良かったのでこれを購入しました。でちなみになぜ僕がこの靴を知ったかというとですね、知ったというかあれなんですけど、自分で自力で見つけたというよりすっごいかっこいい外人さんいたんですよ。僕が表参道のあたり歩いてたら交差点のこう向こうからこうもう何だよ赤信号でこう止まってたんですけど、対面側にいる外人さんすげえかっこいいなあの人と思って、なんかすごく目がいったんですよ。その人が履いてたのがこれだったんですよね。あの靴かっこいいな、なんだろうと思って見たらというかかっこいいなと思ってじーっと見て、まあ、気持ち悪いやつですよね。いきなりこう靴見てくるわけですから、こうすれ違い、僕がこう青になってこうすれ違いを間ずっとこう見てるわけですからかなり気持ち悪いと思うんですけど、パッとこうエアバッグを見てですね、 あれ、ね、270だな、ナイキの270だなっていうのは思ったので、そこからこう探したんですよ。そうやって手がかりをたどってって見つけたっていう感じだったんですけど、こういうこともあると思うんですよね。街歩いててあの人かっこいいなとかあの靴いいなあのバッグいいなって思ったらそれをこう調べたくなると思うんですよ。だからそういう時ってこう手がかりを入力したり、例えば僕は見た時に、270のソールだなであったりとか、ナイキだなっていうのが分かれば、それを手がかりにこうググっていけるので、そうやって探すのもなかなか楽しいかなと思います。今日は、ナイキのインラインの製品ですね、エアフォース270ボルトの紹介でした。エアフォース270ユーティリティのボルトのご紹介でした。でよろしければチャンネル登録と、高評価をぜひよろしくお願いいたします。ですね、Twitter や Instagram もやってますので、気軽に、フォローしていただいたりとか、DM いただいたりすると、DM というか何でもいいんですけど、コメントとかいただけると非常に嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。失礼します。